どうも、はじめさまです。どうも、はじめさまです。はい、というわけで、この場合分け、何場合分けクイズー、イエーイ、イエーイ、イエーイ。はい、ルールお願いします。はい、はい、ルールはですね、はい、私が、いろいろな物事を場合分けして、これはこっち、これはこっちというふうに分けてまいりましたので、この場合分けを見て何を元に場合分けをされているか当ててもらいます。なるほど。でですね、まあ分からそうだなと思ったら、ちょっとずつ要素増やしていくみたいな感じで、どんどん分かりやすくしていこうかなというふうに。ああ、なるほどなるほど。なるほどね。というわけで、ハンナーズインスパイアーズネクスト。では、はい、第一問はこちら。ほう、鼻をキム。これがなんか何かに対して場合分けされてると。はい。やば、何で、あ、分かった。分かった、なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ、はいはいはい。どうぞ。濁点あり、なし。おー、ダメ。あー、なるほどね。はいはいはい。電眼読み乗りの方は、最初ポケモンのゲームやるときの性別、女選びがち。ダメ。あの、結構それでもほんま書こうと思った。分かった。ポケモンでいるか、トレーナーでいるか。こっちは、呼び乗りとか電眼は、なんかあの誰が山男のストームだ。誰が山男のストームや、お前。お前山男のストームと、塾校帰りの呼び乗り。残念。これもあるよってことね。これもう正解。これもあるよ、もうあるよ。はい、フォッサマグナ好きかどうか。あー、残念。これ簡単っすか。もう、すごく簡単です。すごく簡単、ナチュラルに。小学生でも答えられます。マジ。次の人出したいじゃん、誰か。じゃあ、次の選択肢見てみましょう。はい。お、え、伊沢と東大王。はいはいはい。国公立大学の教授の名前になってるかなってないか。いや、違います。宮崎大学にデンガンっていう教授いる。いいか、いいか。宮崎大学にデンガンって、デンガンっていう、あの、マジ教授がいるんです。ではない。それコラボまであります。それコラボまであるな。あ、分かった。分かった。文字数が素数か否か。惜しい。え、うわー、ほら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 。これはどっちかって聞いてくれたら、どっちに入るか答えたり。もし、あ、分かりました、分かりました。じゃあ、ゆきりのさんどっち。ゆきりのさんはこっちです。すんは、すんは左でしょ。すんは青方で、青方です。え、文字数がさ、これ少ないか多いかって、ただそれだけの話の気してきたんだよ。え、3文字以下かどうか。正解。クソもんじゃねえか。次の問題はこちらです。これ普通に考えていい。え、普通に答えていい。はい。学生か社会人か。おー、まあ、それね、まあ、それがもう一番もう真っ先に出るよな。残念。あ、違うんだ。お、どうせ違う。フォロワー10万以上か、そうじゃないか。おー、ちょっと近くなってきました。え、近いの。あ、わかった。個人チャンネルを持ってるか持ってないか。おー、正解。オーケー、来た。すげー、オーケー来た。オーケー来た。すげー。いや、今のはすごい。でも、いや、今の結構むずいよ、今の。はい、じゃあ次の問題がこちらです。はい。デデン。デデン、なんか、やばいって。それはもう、俺らのためのクイズ。ゼルラゴとビトレス面ですね。これちょっとごめんなさい、分からない人のために、あの、バイオハザード4の敵キャラですね。やばい。まあ、なんとなく。じゃあ、いきますよ、これ。槍で倒すか、銃で倒すか。おー、残念。ちょっとでも、今聞いてこうしてたけどな。分かった、はいはい。チャプター2の2より前か、後か。あー、ちょっと近づいてきました。違うよ、これマジで。むずくない。あ、え、分かった分かった。チャプター1かチャプター2か。惜しい。俺らしか楽しくないな、これ。違う違う。あの、視聴者今多分楽しくない。ほんまごめんなさい。ほんまに。ごめんやけど、俺めっちゃ楽しい。あ、まあ、めっちゃ楽しい。は、試合中のアクションボタンが四角バツ同時押しか四角連打。確かに見たらもう分かりますよ。マジで。こちら。うわ、
U3 全入門 U3 さっきチャプターなんたらで惜しいとか言ってたから、でもチャプター5だよね、 U3 は。あ、分かった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 。はい、倒す時のチャプターが奇数偶数。正解。なるほど。ゴミ5、ゴミ5、分かった。こっちがチャプター1とチャプター5だもん。そうね。で、こっちがチャプター2と4。次がですね、はい、ちょっと難しくなっております。いきます。はいはい、スタマリボンド、まあ、登録者が100万人いったのが2019年後か前か。おー、違いますけどアプローチはいいです。おー、やっぱりやっぱり、はいはいはい、はい、1単語だけか2単語くっつけた単語か。ダメ。いいよ。クリアまでに行ったポケモンセンターの回数100回か100回以下か。知らないですよ、僕。知らない。まあ、一旦ちょっと見てみる。一旦次。一旦次。一旦次行ってみよう。リトレスメンデスって、ちなみに。リトレスメンデスは、調べてみます。あー、これね。リトレスメンデス分けれるんや。リトレスメンデスって調べたら、リトレスメンデス鼻を立てる。多分、リトレスメンデスは、多分こっち。多分こっち。バイオ系のキャラで、はい、右のやついい。バイオハザードだったら、こっち、ワンチャンこっちかもしれないです。そう、番組、イベントの時に、観客の声援が100デシベル以上がいなかっていう。人気ないってこと、左。人気ないってことです。あるけど、それでやったら、おぉ、おぉ、おぉ、バイオハザード全員やったら、おぉ、バイオハザードやったら確かに、わーってなるわ。確かに、聞いたことあると思う。オールスターズみたいな。確かに。で、例えば、山田勝めったら左で、サスケオールスターズだったら右みたいな。え、そうちゃう。でも、それそう。山田勝めて左。山田勝美さんだったら左かもしれない。ほらほら、次の見てもらってもいいですか。次行こう、ちょっと行け、こちら。あ、はじめ社長は右、クイズノックは左。わかった。動画の本数が1000を超えてるか超えてないか。確かに惜しい。え、惜しい。惜しいです。だから、そうだから、わかった。動画の総再生回数が10億回をいってるいってない。正解。よっしゃ ー、 おーすげー。よし、俺ら左ってこと、俺ら10億いってないの。俺らがまあ6億とか7億だとか。はい、では、はい、次の問題に行きます。こちらです。はい、お、なんか、あ、まだ、ね、親しみ深い、親しみ深い。辞職経験ありだし。あー、確かに辞職経験、それ革新的ですね。え、でもさ、ちょっとスンの上な理由考えたいな。そうですね、スンが上っていうのは理由あるの。これもちろん理由あります。アホかバカか。もうそこまで、そこまで言ってもうた。次いきます。次行ってもいい。じゃあ次行ってみよう。はい、気をつけてみてください。はい、気をつけてみる。はい、動くんじゃんこれ。うん、こちら逆転した。あー、なるほど。スンはもう圧倒的。あ、スンは結構圧倒的ですね。あ、そうなんや。腸で飼っている大腸菌が16以上の中毒が。ひどすぎ。もうあかん、あかん。ちょっと引き戻して。そっちしか出てこない。あ、まだ。胃酸の pH が3より低い、3より大きい。あ、それある。あ、なんで。なんでそれは納得するんすか。これちょっとまださ、なんか、ちょっとありそうじゃない。地元が敵地敵作か、そうじゃないか。あの、二毛作派か、裏作派か。いや、違います。春小麦派か、冬小麦派か。わからんもん。クロリアもんもん。これ、難しすぎやろ、これ、お前。はい、次行きますよ。はい、こちら。花尾ドットワイルスメンテンで、昔の、なんか俺のチャンネル名ですね、これ。花尾電眼は、花尾は左で、電眼は右なわけやんか。そうですね。これは結構電眼のおかげで右になったのか、はい、そうじゃないのか教えてください。まあまあ電眼さんのおかげというか、まあ電眼さんだから二足方向か、そうじゃないか。花尾電眼のパーカーが出てきました。期間限定なのでお見逃しなく、チェックしてね。誕生日が上半期か下半期か。惜しい。でもすん4月やもんな。はい、
早生まれ、早生まれじゃない。あ、正解。よし、来た。へぇ、なんだよ、もうあぶねー。そんな、もう気づかないよ、もうそんな。